まあ、ちょっとだけ技術的なことを言わせていただければ、例えばですね、そうですね、ちょっとワルツ関わりますか。あ、これ単語だっけ。まあいいや、ワルツかかります。ちょっとそれぞれ聞いてみてください。まずどうですか、つまんない曲でしょ。うん、しょうがないですよね。でも今感じた時にいろんな音が聞こえてくるかもしれないし、なんかこう昭和のちょっとバスへのスナックでかかってるような曲だなって感じる人もいるかもしれないし、なんか懐かしく感じるかもしれないし、ああつんつんちゃちゃ、そこを聞いて、あ、何か感じるかもしれないし、人それぞれ違うと思うんですけれども、例えば、オープンインピタスタンというステップがあります。ここからワン・ツー・スリー・ワンというステップがあるとします。でその時にもう一回かけてください。ちょっと拍子を聞いてみます。ここに全部合わせて踊ってます。1、2、3、1、2、3、1。これを見て、これを見て音楽から外れてるとは思わないですよね。音楽には、音楽というか音には、そのビートには全部合ってますよね。もう一度いきますね。すみません、もう一回かけてください。はい、ありがとうございます。これは音楽に外れてないですよね。じゃあ皆さん、それで音を感じますかっていう話なんですね。もう一回同じとこから始めます。例えば今の2つを比べていただいたときに同じに見えますか。どこが違いますか。一番最初の方は先ほど僕が言った余韻の部分っていうのをなしにしました。全部ステップにこれを全部合わせていきます。でステップがあった後の余白の部分、僕はそこが音楽だと思います。ですから足が決まったところももちろん音楽だし、そこから余韻があるところ、これも全部含めて音楽というふうに考えています。そうしますとリードする側の男性とフォローする側の女性の動きにも必ず時差があるし、例えばボン、ここで表現したいと思ったらば、この瞬間は男性の音ではなくて女性の音ですよね。男性はその前にもうすでにそれだけの仕事をしてます。そこで回転という、自分たちが踊っているステップの中にはほとんど回転が入ってますから、回転のローテーションですね、の仕事、例えば交代する人間は求心力といって
円の中心に向かっていく引く力、そして、女性はそれによって生まれる遠心力という、求心力と遠心力っていうことも考えないといけなくなっていますよね。求心力っていうのは聞いたことありますか？遠心力聞いたことある人、全員ですよね。求心力聞いたことある人、ほぼ全員ですね。ありがとうございます。求心力というのは、これは自分で行動を起こさなければ、まあ、生まれないですよね。ところが遠心力というのは、回ってるとどん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 こう自然発生的にこう生まれていく力なので、2つはペアになってるはずなんですけれども、男性の求心力と女性の遠心力が一緒のタイミングではないですよね。男性が先で女性が後ですよね。そしてどの音で決めたいかってなった時に、例えばもし一緒にやったとしたらば一緒になります。で、男性のリードがあり、そして女性がそれを感じたらば後からついてきて、それを男性はフォローしながら踊っていくという、いわゆる求心力を使うところが男性のリードであって、それを感じて動いていった女性がフォローであって、それを最後整えてあげるのが男性のリフォロー、リードフォローリフォローで、リード&フォロー、リード&フォローっていうのは成り立ってます。ところが、まあ、一般的に見てるとリードはするんですけども、リフォローをしないで踊ってしまう。なぜなら先ほど言ったように余白の部分ということを頭に入れてない。表現したい音楽が女性がフィニッシュしたところだと思っていなければ、当然男性と女性が一緒にバランス崩したりすることがあるわけですよね。ましてや一緒に全部踊ろうとすると失敗します。ですからタイミングというのは、その音楽から来るタイミングというのは、ここに合わせたいと思ったらばそこに合わせるための準備が必要だし、でそれをしたときに女性がそのタイミングで足がつくはずだという想像が必要だし、そのときにバランスを考える余白の部分が必要だしという話になりますよね。そうすると、例えば、今2の時に、カウント2の時に女性の左足がついたところ、これが2です。もし男性がそれと一緒に2って一緒についてしまったらばおかしなことになりますよね。行動は必ず男性が先なので、僕は1から2のところでリードはしません。もう最初のここで終わってます。もう終わりです。その時に女性は遠心力で飛んでいきますから、それをバランスを取って余白の部分で次につなげていこうとする作業をするわけですね。まあ、いちいちそんなことを考えて踊ってるわけじゃないんですけど、まあ、あえて言うならばそういったことになります。ですから見てて音に合ってるとか気持ちがいいとか何かを感じるとかっていうのは、意外とその余白の部分っていうか余韻の部分が意外と残ってますよね。そして足がビートに決まっていったときに芸術的になるわけですよね。いつもいつもそういくわけではないんですけれども、ちょっと頭の中に、まあ僕らのこだわりである音楽、その中でもその余白という部分、余韻という部分があるということを分かって練習していただくと、リードのきっかけも多分変わるし、女性とのバランスを取るときにすごく楽になるし、そのときに固まっていたらば多分遠心力に引っ張られてバランスを崩す。もし それだったら自分の関節を使ってその余白の部分を表現することも覚える。まあ、そんな簡単にはいかないんですけどね。そんな簡単にはいかないです。でもこれもこだわりを持った上でやるんであれば必ず分かると思います。
必ず。例えば、単語。単語。単語得意な人います？単語得意？得意？やってみる？僕は単語は一番嫌いだったんですけど、単語がなければ俺のダンス人生はバラ色だったんですけど、よりによって単語を踊れと言われたんですけど、単語はあまり好きではないダンスでした。なぜなら苦しいんですよ。で、単語自体も例えばもっとこうよりスタッカートでビートが強い踊りっていうイメージがあって、それに全部足を合わせていって、しかもそれを体で表現しようとして、体も足と一緒に止まんなきゃいけないと思っていたんで、まあ疲れる。疲れる人います？疲れるでしょ。単語なしにしよう、署名で、選手会の署名で単語なしで、まあ単語を聞くと一番楽なダンスなんだよっていうふうに英国のコーチに言われたんですね。ふざけんなと。単語が楽なダンス、単語は休む時間だよっていう、言うわけですよ。休む意味が全然分かんない。ブレイクタイムだっていうわけですね。で、まあいろいろこうレッスンをしていくうちに、こうやっぱり好きなダンサーの単語を見ると、休んでるようには見えないし、ものすごいこう強いし、はっきりしてるし、どういうことだろうと思った時に、 あるコーチャーに、単語はスイングダンスですって言われたんです。これまたびっくりして、スイングダンスじゃないって教えてもらってきてたので、どういうことなんだっていう話で、スイングということを今度考え始めたんですね。で、スイングの定義って皆さんご存知ですか？スイングってどういうことだかっていう定義。スイングっていうのは、フィックスポイントウィズフリームーブメントっていうことなんですね。視点があって、あとは自由な動きをするのがスイングなんですね。ですから例えば自分の体にそれを置き換えてみると、肩を視点にして、これスイングだし、これもスイングだし、これもスイングだし、まあ、いろんなスイングがあるわけですね。足もスイングで、例えば足の裏をフィックスポイントとするとスパインもスイング。え、固めないのと思ったんですね。単語ってこうじゃないのと思ってたんですけど、それを聞いた時にちょっと気が楽になって、あ、体ってもっとこうゆらゆらしてていいんだ。で、ネックも、まあ、フィックスポイントがあればスイングできる、手首もスイングできる、ずっとこうじゃなくていい、動いていい。ああそうか、自分の体にはいくつかのスイングできる楽器があるんだ。それを一つの楽器にして全部踊ろうとしてたのが苦しかったのかなと、その時思って、あ、全部、じゃあ全部楽器にしてみよう。10分前ね、 OKOK。 ですから自分の中で当時単語を変えようとした時には、自分の頭の中ですよ、ワルツワルツワルツって言いながらフロアに出て行って、単語ポジションを取ってワルツワルツワルツっていうふうに踊ってました。そうすると意外とさっき言ったような遠心力、求心力とか時差とか、そういう時にこう一生懸命こうフィックスさせてたものがちょっとこう抜けた気がしたんですよね。今でもちょっと難しいんですけれども、単語がそうするとスイングダンスだと思えばすごく楽になる。さっき手を挙げた苦しいと思った人はちょっと試してみてください。で、単語はもちろん他の踊りと違ってライズ&フォールがないですから、ノットスイングダンスと言われますけども、体自体はスイングしていいと思えば
ちょっと変わると思います。体全体でリズムを音楽をこう全部取らなくていいです。一緒に取らなくていいです。バラバラに取っていいです。足だけ動いてもいいし顔だけ動いてもいいし一緒に動かなくていいです。そうするちょっと単語をかけてみてくださいか。ちょっと全部一緒にやってみます。いやきついですよ。実際こうやって踊ってましたから自分では。それでまあまあの評価をいただいてました。いいね君単語何にも分かってねこいつで。成績もまあまあそこそこ。ただ単語が来る前にもう疲れてるんですよね。単語だ、単語終わると次スローだったんですね。スローでちょっとリカバリーするんですよ。ちょっと力抜いて、でその繰り返しだったんですけども、じゃあ今と同じようなステップをちょっと全身で踊らないで全部バラバラに表現したとしたらどうなるかちょっと見てください。ちょっとだけでも違い分かっていただけました。今一緒に踊ってあるんですけど、その全部全てを一緒にしないし一緒にずっと踊ろうともしてないです。先ほど言った遠心力求心力もそうだし、リードフォローリフォローもそうだし、ジョイントから来るスイングもそうだし、すべてをまだ僕も進化の途中なんで今日はこれぐらいしか思い出できないですけど、やってる途中です。そうするとこれもやっぱり音楽から来てるんで、例えば今ここでランジでこうしたい思ったらば、こうしたいと思った時に女性がポンといったところが音だと想像すると、これはないですよね。これないですよね。で女性が行くのが音だと思うと自分はその前に終わってます。どういうことかというと、ボンと行きたい、このアクションをしたいんですけど、この時に僕はもう全く逆に言ってます。それがバランス。そうするとタイミングも一緒ではなくて、こ
ここもそうです。自分が先に行きます。自分が先に行きます。そうすると力は、今僕の腕にかかっている力は80キロぐらいで済みます。ああ思った80キロぐらいで済みます。これから僕らは練習してそれを50キロにしようかなと思ってるんですけど、こうやると1トンぐらいに感じます。まあ1トン知らないだろ。これ以上やめておきますから。で、例えばそのインサイドターン、アウトサイドターンっていう話でもそうですよね。その後のステップで言うと、男性がこうインサイドターンするとき一緒に行かないです。男性が先に動いていった後に女性がここで合わせるわけですよね。もし一緒に行ったらこうなります。まあちょっとは評価もらえるかもしれないです。続かない。これも音楽から学んだことなので、インサイドターン、アウトサイドターン、これテクニックですけど、なぜならそこでここに持ってきたい、ここで決めたい、音がそこで強く感じるからだとすると、同時にヘッドも使うわけですよね、楽器ですから。そうするとちょっと印象が違いますでしょ。で、踊り方はいっぱいあるんですけど、基本的なものが全部そこには含まれてるんで、そうですね、やっぱりこだわり持ってる人っていうのは大体わかります。見ててこれはやってる。で、自分の売り、ネガティブなところではなくてポジティブなところ、これを探してください。そしてそれを前面に出してください。そうするとその人のキャラクターとか個性ですね、パーソナリティがバンバン伝わってきます。選手は、選手であるうちは時間がないです。皆さんいくら若いと思ってても選手の時間はすぐ過ぎます。ですから嫌いなことはやらないでください。好きなことだけやってください。嫌いなこともやりたい、自分がこうやりたいと思うことがあったならば、その嫌いなことも本当は嫌いなことじゃないはずです。それをやるために必要なことです。ですからまずやりたいことを見つけ、それをコーチャーなり自分の信頼している人に相談し、チームとなって作っていって、苦手なステップがあったとしましょう、抜いていいです。得意なステップだけ。そうすると後から意外と同じかもしれない、気づくかもしれないです。なもんで、まあ耳が痛くなるぐらい聞いてると思うんですけど、選手の時間は短いです。その間に好きなことをめちゃくちゃやってください。それを見せてください。そうするとお金を払っても行きます。競技を見に行きます。そこがプロフェッショナルだと思うので、今日のテーマですけど、やりたいことイコールこだわり、これを自分で見つけてみましょう。分かってるよ。終わりでしょ、うん、以上です。ありがとうございました。
それでは素晴らしい講習をいただきました2人に絶大な拍手をお願いいたします。柳橋慎太郎先生、柳橋久美子先生でした。ありがとうございました。